こんばんは。11月に入りましたが、今月も水曜日のカンパネラは楽しいお知らせがいっぱいです。11月28日木曜日21時よりプライムビデオで世界独占配信されるドラマ推しの子第7話の主題歌に新曲動く天秤が決定しました。イエーイ。こちらリリース日などは追って発表されますのでお待ちください。そして今夜は12月13日金曜日公開の映画不思議駄菓子屋銭天堂の主題歌、11月13日水曜日配信リリースの願いは行さんを初応援します。だから出たらいけません。そしてですね、個人的なお知らせがあるんですけど、先週の放送を聞いてくださった方は知っていると思うんですけど、私今年はアウター買いませんと宣言しました。なんと私ゆたはアウター買いました。やっぱね、この番組を聞いてる皆さんは人のことを簡単に信じてはいけないということを学びながらね。無理無理、アウター可愛いもん。毎年可愛いの出過ぎだから、私もうね、買っちゃっても可愛いね、赤いダウンジャケットみたいなのをゲットしました。なので皆さんもね、まあそのくらいの宣言なんてそのくらいでいいんです。決め事なんてそのくらいでいいから、みんなもそのくらいの気持ちで生きてください。はい。というわけで、この番組は、神羅万象を知っているようで知らなかった歴史や情報を楽しく学ぶカラフル歴史バラエティ。この後お届けする今週のヒストリアでは、ニューヨーク在の歴史をホリホリします。水曜日のカンパネラ、歌葉がナビゲートする、ジェイブマッシブヒストリア。今夜はこの曲からスタートです。東京スカパラダイスオーケストラで、教えてウロボロス、フューチャリング、宮崎麻子。から全部信じてたよ。どこかおバカなのもキュンとした。乗り越えてこそ当然そう思ってた。でもずるいのは嫌、笑えない。わかるよ、守れない約束しちゃう。
よ。お送りしたのは東京スカパラダイスオーケストラで教えてウロボロス、フューチャリング宮崎麻子でした。カレーに欠かせない野菜といえばじゃがいも。水曜日のカンパネラ、歌葉がナビゲートしているマッシブヒストリア、続いてお届けするのはこちら、今週のヒストリア。気になるあれやこれの歴史をポップに紐解くこのコーナー、ここからはあらゆる歴史を掘るのが大好きというこの方とお届けします。歌葉さん、こんばんは。こんばんは。歴文夫です。今週は入浴剤の歴史を掘り掘りしてまいりました。わー、ね、もうダウンジャケットそこで買っちゃった歌葉さんにしてみれば、やっちゃ1週間しか持たなかったですね。宣言が早かったですね。早かったです。びっくりしました。今ちょうどね、冬服がね、どんどん川に出てきてて、もうどん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 スマホに情報が入ってきちゃうから、ついつい手が滑って手が滑ってポチッと買っちゃったんです。カートボタンに。あら。はい。もうびっくりしましたね、自分でも。いや、僕もだってあんだけ言うから、あんだけ言うってことは絶対買わないだろ。絶対買わない。今年は絶対アウター買わない、まあ、って言った一週間後にこれですからね。やっぱね。人ってそんなもんですよ。そんなもんですよね。うん、寒くなってきたから。うん、だから、そんな時にこそね。うん。入浴剤って。うん。どうすか私、やっぱ夏は、その、風呂にあんま浸からないタイプ。風呂にね。はい、湯船にはね。はい、湯船にあんま浸からないタイプなので、はい、やっぱ寒くなってきて、ちょっと今日疲れたなとか、体痛いなって日には、割と湯船浸かりたくなるので、そういう時は絶対入浴剤入れますね。絶対入れますか？入れます、絶対入れます、湯船浸かる時は。不明的には、はい、これ入れねえっていう説もあるかな。歌さんが一切入れねえって言い出すんじゃないかっていう。いや、毎回、汗がすごい出やすくなる、発汗作用のある入浴剤と、あといい匂いのするやつを入れてますね。あ、二つ。はい、どっちも入れて。おしゃれな。うん、ちゃんと汗かこうと思って、冬は割とそんな感じで過ごしてます。いわゆる半身浴的な感じですか？半身浴的な感じで、もうスマホを持ち込んで映画見たりとか。映画を見られるんですか？映画見られますよ。はぁ。え、じゃあ、結構な時間あるじゃないですか。うん、そうですね。お風呂場で。やっぱすごい熱々、そんな熱々でもない湯船で、ちょっと過ごすみたいなのは、特にまあ時間がある夜とか、そういう風に過ごす日もありますね。なるほどね。うん。じゃあなんか、勝手なイメージですけど、ちょっとしたキャンドル的な。はい、ああ。ちょっとこう、照明というか、焚いちゃったりするんですか？いや、キャンドルとかは、焚かないですね。焚かないですか？火は危ないので。まあまあ、そうですよね。それを気をつけてください、皆さん、本当に。イメージですからね、あくまで。まあ、おしゃれですよね。おしゃれなね。あ、でもアイスとか食べちゃうかも。あら、まあ。なんかその、ちょっと、一人暮らしだからできるいいことみたいな感じじゃないですか。そういう、なんか湯船に使って長い時間お風呂に入るってことも、例えば実家にいたらちょっと早く出なさいってお母さんに怒られちゃったりとかしてできないけど、一人暮らしだからこそ、お風呂場にアイス持っていっちゃおうかなとか、なんかそういう贅沢ができちゃいますよね。大人のね、うん、楽しみ方がありますからね。まあ、そんな入浴剤なんですけども、そんなってアイスクリームじゃないんですけども、うん、入浴剤の方なんですが、はい、ちょっといろいろ見てたらこんなデータがあったんですよ。はい。週刊商業というところの調べによると、2023年、うん、去年の入浴剤市場は、まあ、売り上げというか、はい、どれくらい売ったかというと、524億円だったそうです。524億円ですよ。すごいんですか？あ、これだってアウターが何着買えるかっていう。それはそうだ。ですよね。何着でも買えますね。これは。ね、無限大だ。なんか流行ってるんですか、入浴剤が。で、そう、それで見てみると、うん、前の年に比べるとこれでも 2% 減ってるそうで。え、減ってるんだ。だから524億って見たら、うんうん、うわ、すごい市場だなと思ったら、うん、減ってるんですけど、その背景にはその旅行とかその外出行動が、まあね、うん、コロナ禍が落ち着いて。ああ、なるほど、増えたから。まあ、外に行く。まあだからその温泉に行っちゃったりみたいなのがあったおかげ、あとプラス物価高騰の影響があるっていうふうなね、影響もあるという。なんかね、マッシブヒストリアらしくないこの情報ね。本当らしいんですけどね。あ、まあ、本当そうですよ。まあ、まあ、本当らしいんですけどね。まあ、いつもね、うん、すっとこどっこいな感じなんですが。で、お風呂に関する企画開発販売などを行うバスリエ株式会社が行った調査。これもまた調査なんですけども、はい、あれなんですよ。入浴剤を選ぶときのポイント。うん、これで 40.28%。はい。一番多かった答えが、リラックス効果って答えた人が多かったと。ああ。選ぶときって、うたさんさっきもね、はい、汗をかくとか、汗をかく。香りとかっておっしゃってましたけど、うん、やっぱそこですか？選ぶポイントは。私は汗をかくですね。あ、じゃあ、ここで言うところのですね、温浴効果、3位の意見ですね、うんうん、32.49%。おー、え、2位なんですか？じゃあ。2位が、疲労回復という、ね。ああ、さ、確かに確かに。私それも意識するかも。うん。
足疲れたなーって日とかに、なんか疲労回復って書いてある。はいはい、ありますよね、一般ね。はい。ライブで遠征してる時とかも、割とコンビニで買いますね。あ、じゃあ、はい。なんか、僕はなんかイメージですよ。あくまでイメージですけど、はい、歌さんはそっちじゃないと思ったんですよね。もうババババーってお風呂入ると思ってました。もう、パパッと、カラスかっていう。行水かっていう。早いの、はい、早い日もありますけど、はい、でもやっぱライブで疲れたとか、その移動もやっぱ長いじゃないですか。新幹線、飛行機とかでも足も疲れたなって日とかは、割と遠征先で買って湯船溜めて、使ったりしますね。うん。じゃあ、ケア。ですよね、どちらかというとね。はい。うんうん。まあ、そんな歌さんとお届けしてるんですが、入浴剤のここから歴史にちょっと注目していくと、はい、そもそも日本では古くからお風呂にですね、うん、植物の根っこの部分とか、実、葉っぱなどを入れるという風習があったと言われてます。これはなんでかっていうと、うん、薬効成分。まあ、要するにその、まあ、ね、おっしゃったその、体に効果があるというか、うん、癒されるとかも含めて、体にそういったものを取り入れるためで、なんか今だとその、勝負湯とか、ゆず湯って、聞いたことありますね。ゆずは。ゆずとか。割とイメージありますね。ありますね。こういった形で風習が残っているそうです。うんうん、で、日本で初めての入浴剤はと言いますと、明治30年、1897年なんですが、うん、現在のバスクリン、まあ、当時津村順天堂というところから発売された、薬湯、うん、浴剤、柱状湯というふうに言われてますね。なかなかね、ちょっとこう、一発で聞いた感じだとね、歌さんも今何のこっちゃっていう、うん。もう覚えられなかったですね。ですよね。もう、はい、今もう遠い彼方にね。薬湯。薬湯。覚えました。いや、頭のところだけですよ。薬湯、薬剤、柱状湯というね。なんかちょっと触れにくいですね。そうです。ちょっとだけまだ。あ、まだね。うん。ね。うん、手が出しにくい。確かに。はい、硬くて。柱状湯、ちょっとね、名前も硬いんですが、うん、こちらが誕生した裏にはですね、その、津村順天堂の社員の方が、当時販売されていた、その、浴剤というか、その、入浴剤なんですが、うん、それを作るときに、その、出る残りカスがもったいない。うん、うん。だから持って帰っちゃおうかな、と。うん。社員の方が持って帰ったと。うん。なかなかね、やっぱ、有効利用しなきゃ、みたいな感じで持って帰って、うんうん、残りカスをお風呂にインして、うん、お子さんをお風呂に入れてみたら、なんと、うん、湿疹が治ったと。まあだからそれだけ効果があったというね、うん。で、おまけに体もポッカポカ。このマッシブーな効果を前面に打ち出し、銭湯に販売するとですね、噂が広がりまして、うん、注文が殺到したなんていうエピソードがあるそうです。だからやっぱり、ひょうたんからコマっていうんですかね。うん、あ、まあちょっと、意味があってるか分かんないんですけども、その、あ、ひょんなことから、うんうん、あ、これ使えるじゃないか。確かに。っていうことで。すごい。誕生へと近づくと、うん。で、生薬成分が体がポッカポカになるのはいいのですが、うん、やっぱ夏はね、歌さんも。暑いですからね。暑くてね、うん。汗止まんねえじゃねえか。っていうそんな声に対応すべくですね、うん、昭和5年、まあ、1930年にサマーバージョンの入浴剤が発売されます。あ、そんなのあるんだ。そうなんです。これが、芳香浴剤、バスクリンです。バスクリン。有名なね。ね。うん。まあこれはね、おじおじたちはもうバスクリンといえばあれだねっていうぐらいもう身近なもんなんですが、うん、見た目も爽やかで色香りがもう良くて人気になるんですが、うん、これが戦争により生産がストップしちゃいました。そうなんだ。で、その後、高度経済成長期と言われた1960年代から70年代にかけて、入浴剤は再び注目を集めることになります、うんうん。その理由がですね、当時お風呂付きの団地に住む人が増えたと。時代的にそのね、お家でお風呂に入れる。まあ、例えば今ね、それよりちょっと前だと、銭湯に行くと。はい。っていうのがあったので、いわゆるお家のお風呂、内風呂が一般化することで入浴剤の需要が爆上がり。うん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 、また、健康&リラックス志向が高まることで、まあ、こう、ちょっと気持ちいいと言いますかね。うん、清涼系などの入浴剤のバリエーションが増えたのもこの時期だそうです。うんうんうん、そしてなんと、1975年、昭和50年には、夏用のクールバスクリーンが発売されます。あ、そんなのあるんだ。そう、いろいろあるんですよね。知らなかった。バージョンがちょっと、やっぱね、季節ごとに変わっていくと、うんうん。で、自宅でお風呂を楽しむライフスタイルが定着することになりました。で、今で言う、その歌さんがね、うん、お二つこう、インしてるような感じで、はい、一般的になっていったという感じなんですが、うんうん、ここまで入浴剤の歴史をホリホリしてまいりましたが、歌さん、いかがですか？そうですね。最近、まだ、結構急に寒くなってきて、まだ私は湯船に今年使ってない気がするので、まあお家で。だからちょっと、お家で湯船浸かりたいなって思いましたね。うん。だからちょうどこのね、聞いてる時間ね。もしかしたら、
これ聞きながらもしかしたらお風呂入ってる人いるかもしれないですよ。のぼせないでくださいよ。1時間あるからね。まあ1時間ありますから気をつけてくださいね。気をつけてね。まあじゃあこんなね、一旦ここでね、はい、クールダウンしようじゃないかということで、曲お願いしてもいいですか。はい、じゃあ今夜のスナックソングです。石川さゆりでウイスキーがお好きでしょ。お送りしたのは石川さゆりでウイスキーがお好きでしょでした。強火のカンパネラ、歌葉がナビゲートしているジェーブマッシブヒストリア、ニューヨーク在の歴史をホリホリしている今週のヒストリアですが、文夫さん続いては何でしょう。いやこれね、歌葉さん、はい、石川さゆりさんでもう酔わせに来てますか。はい、酔わせに来てます。もう完全に私は下戸ですけど、はい、酔ってます。トロントロンとしてますね。もうなんか気持ちよくない。これはベロベロになる曲じゃないですか、ね、トロンとする曲ですからね。だからね、もうちょっとこうね、もうちょっとで危ないとこでしたよ。温まってきました。温まってきましたよ。私はいつも温かいんですけど、先ほどその入浴剤の歴史をホリホリしたので、はい、歌葉さんも、はい、脳の味噌も体もバキバキなんじゃねえかってことで、うん、こんな企画をお届けしようと思います。題しまして、っていうか、っていうじゃんっていうね。はい。っていうっていうね。どういうことですか。早いな、歌葉さん。どういうことですか。今、スタジオにはですね、ちょっと簡易の温泉と言いますか。あったかーい。ね、簡易の温泉って言うとあれですけど、スタジオには。簡易ミニ温泉。ミニ温泉。ミニ温泉、ちょっとこれ説明しますと、桶の中にですね、人肌の気持ちのいいお湯が用意されてると。あったかい。本当はですよ。はい、段取り的には、ふみおが入れてくださいって言ったら手を入れていいのに、もう入れるというね、フライングですよっていうところなんですが。あ、そうなんだ。ルール、まあったんです。うたさん、なんて言ってましたっけ。もう一回いきます。はい、聞きたい。いきますよ。はい。っていうか、っていうじゃん。ね、あ、っていうか、っていうじゃん。もうちょっとあんまりちょっとそこはもう触れない。わかりました。っていうね。手のお湯で。っていうか、っていうじゃん。っていうじゃん。これ本当はですよ、宇田さん。ずっと入れてんな。はい、あ、まあいいや。足湯ってあるじゃないですか。ありますね。ね、いろんなとこ、道の駅とか、うん、足湯がスタジオじゃできねえんだったら、っていうしかねえじゃんか。確かに。なあ、ディーバさんよ、ということで、うん、スピーカーの向こうから、なんだよ、って言ってという声も聞こえてくるんですが、要はスタジオに用意された、このね、手を入れられるこの桶の中にですね、入浴剤をぶっこんでですね、リラックスして、いいですね、で今回用意したんですよ。入浴剤ですか。2つあります。1個がですね、はい、乳白色の無香料、うん、炭酸力のバブ、
もう一個はですね、柚子の香り、炭酸力のバブ。バブ。はい、二つバブがありまして。見たい見たいです。どうぞ。これバブね。あ、これバブですか。バブです。ちょっとどうしたバブお願いします。バブ。これバブですね。あ、これどっちか1個しか入れちゃいけないんですか。あの2つね、あの歌さんね、私2個入れちゃう人だから、マッシュアップしますけど1個にしてもらっていいですか。あの何せですね、溶ける時間っていうのもありますから。確かに。はい、でも私はやっぱゆず。あ、いや、そっちですか。うん、あ、ゆずいっちゃいますか。じゃあゆずがいい。じゃあ歌さん、はい、ゆずをですね入れよう。これあのね、どこの家庭にでもねありそうな、ゆずのバブ。わ、めっちゃいい匂い。やっぱバブ、私もね、なんかバブいいですよね。食べちゃダメですよ。食べちゃダメですよ。匂いね。食べちゃダメ。いや、そんな、なんだと思ってるんですか。いやいや、歌さんなんか口元に今食いしん坊だと思いすぎでしょ。今じゃ入れまーす。おお、あ、すいません。聞こえてきますね。本当ね、何をしてるんだかわからないね、わからない。これ今ウタさんがスタジオでね、うん、ほら、いい匂いする。バブが溶けてる間になんですけどもね、うん、ここからはですね、あ、早っ、いい感じ。ウタさんにですね、その温泉だから、もうウタさんこれ温泉だと思ってくださいよ。はい、あ、今ちょうど色がですね、柚子の色と言いますか。やっぱ入浴剤ってその溶けてる途中を楽しむものでもありますからね。ウタさん触るタイプなんですね。はい、溶けてく、はい、シュワシュワシュワって、うん、やっぱ楽しいですよね。あ、今スタジオはなんかめっちゃ柚子の匂いする。夜の匂い、ゆず、あ、ゆずのね、ゆずめっちゃゆずの匂いする。これあのここからはですよ、ウタさん、はい、あのですね、もう J-WAVE が誇るですね、とっておきのミキサーさんにですね、うん、温泉リバーブをかけていただきますんで、うん、ここからは私たちはですね、もう温泉にいるつもりでいきましょうよ。はい、じゃあミキサーさん、あのとっておきの温泉リバーブ、ここからお願いします。うわー、今日も寒かったなねえ、露天風呂っていいね。やっぱね、お風呂って最高ですからね。最高ですよ。私はね、お風呂大好きですから。露天も好きですか。露天も好きですね。この仕事始めてからなかなかお風呂には行けてないんですけど、でもなんかずっと口癖のように、あの温泉旅行行きたいなって言ってる気がします。温泉旅行ね、うん、まあ、だから今日は温泉旅行のね、はい、つもりでね、手湯を楽しんじゃってくださいよ。いやー、マジで気持ちいい、あったかいし。気持ちいいですね、うん、あ、これね、あの皆さんに言っときますけど、これ宇田さんあれですよ、私はお風呂に入ってないですから。混浴じゃないですか。混浴じゃないですか。混浴じゃないですから、みんな心配しないで。ね、ね、今のご時世ね、宇田さんと混浴してんじゃないかって言うとね、うん、クレームが来ると思って。今のご時世じゃなくても来ますよ。来ますよね。関係ないご時世。プロデューサーのベイアンさんにですね、あの、うん、お、一緒に入っちゃってもいいですかって言ったら、うん、まあ、逆に外にいる方がちょっと怪しいじゃないですかっていうね。確かに。あの、まあね、何があったんだってな、何があったんだってなって、まあそんな感じでですね、あの、ラジオの前の皆さんもね、宇田さんの温泉に来てるという感じでね、もしかしたらそう、今お風呂入ってる人もね、いるかもしれないから、はい、同じこの音を楽しんでるかもしれないですよ。ちょっと宇田さんの背中に流すように、うん、ちょっとこうお湯を、あ、ちょっとね、いいですか、すいません。あーすみません、私が喋ると。あー、いいっす ね、うん、これ今何を入れてるんでしたっけ。よ、入浴剤はバブ。バブさん、これ柚子のバブ入れてます。柚子のバブ。柚子のバブかわいいね。もうっていうね、ちょっとおじさん、ちょっとなんかこの バブで親戚のおじさんちょっとどうかなっちゃってるんですけども。いい匂いする。あ、でもね、この気持ちよくなってきたじゃないですか、うん、このね、手湯で。で、今度はやっぱリスナーの方にもね、とっておきのね、気持ちよさを味わっていただきたいってことで、はい、番組冒頭でもちらっとお話ししたんですけど、うん、水曜日のカンパネラは願いは行さんを11月13日水曜日に配信リリースいたしますよね。はい、します。こちらは12月13日金曜日公開、映画不思議駄菓子屋銭天堂の主題歌ということですが、はい、曲について宇多さんからどうですか。手湯をしながらどんな曲ですか。そうですね、この曲はですね、あの割と水曜日のカンパネラってあの意味が含まれていない曲が多いんですけども、この曲は結構珍しく剣持さんの各歌詞の中で意味が込められてて、あのすごい
私は言ってることが好きですね。歌詞自体がすごく好きですし、あと、まあ、歌い方もまたいろいろポップな歌い方したり、逆に結構クールなかっこいいめの歌い方混ぜたりとか、いろいろ変化もつけて歌ってる曲なので、たくさん聴いて楽しんでほしいです ね、 ねえ、やっぱりこう風呂で聴くこの解説ってやっぱ、うん、ちょっとそそりますよね。これ響きますからね。響きますよねじゃあこれってあれですか、今日なんか聞いた話によると、はい、フルでファッツウォンウェアですね。いやー、たまりませんね風呂場で聞く、風呂場ってか温泉で聞くこのね、新婦、はい、ってやつですね。それでは皆さん聞いてください、はい、強火のカンパネラで願いは行さん。これじゃない、あれが欲しい、心が満たされないや、人の世界に生きてく限り、願い事は月の定め、良しも足も損も得も心の目で見れば同じもの、空に浮かぶ雲のようにふわり漂うだけ、人に話せない願い事や出来心、心の弱さをどこで打ち上げようか、さあ天国だろうか地獄なんだろうか、望みのその先は欲深き君よ、次は何を得るのか、願いは行さん、さんさん、降り注ぎさんさん、たたるめ行さん、さんさん、降りかかやさんさん、願いは行さん、楽をして生きたいな、ずる賢く勝ちたいな、努力を惜しみないもの妬り、大切なもの見失う、強い人になりたきゃ、ここのヒーローになりたきゃ、人騙したり嘘をついたりせず正直に生きていけ、尽きることのない過ちや隠し事、夢の儚さを君と語り合えたら、人に話せない願い事や出来心、心の弱さをどこで打ち上げようか、願いは行さん、さんさん、降り注ぎさんさん、たたるめ行さん、さんさん、降りかかやさんさん、願いは行さん、お送りしたのは映画不思議駄菓子屋銭天堂の主題歌、願いは行さんでした。水曜日のカンパネラ、歌葉がナビゲートしている J部マッシブヒストリア、極楽極楽、マシティストリア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 、
日のカンパネラ、歌葉がお届けしている、ジェーブマッシブヒストリア。ふみおさん、次は何をしますか？ね、歌葉さんが先ほどから、手湯をですね、左手だけ、集中的に手湯をやってるんで、楽しんでる。これ、前から正面から見てると、うん、なんかレモネードの中に手突っ込んでる人みたいな。左手だけ私疲労回復してます、ね、どんどん。だいぶなんか、あったかく、ね、ちょっと、こう、うん、ほんのりと。桃色にしたすごい。あ、めっちゃあったかい。あったかいですよね。あ、もうね、のぼせちゃいますから。のぼせちゃうから、ね。でも、ね。マジでなんか黄色になった、ちょっと。あ、本当だ、ちょっと、ものすごく黄色。ちょっと黄色に。みかん食べ過ぎちゃったの？めっちゃいい匂いしますもん。ね。お風呂の匂いがします。なんか、J-Wave のこのスタジオが、こんなにお風呂っぽくなるって、うん、これ大丈夫ってくらいマジでお風呂の匂いする。ね、本当に。歌、風呂入ったんじゃねえかみたいな。マジで風呂の匂いがします、ね。しますよね。本当に。いい風呂の、ちゃんと、風呂浸かる匂いがしてますから。うん、いいね、なんか本当に。すごい。なんか、ねえ、リラックスしてきちゃいます。リラックスしちゃいますね。リラックスしてきたと、来たら、やることは俺たちあれしかねえっすよね。なんだ？マッシブヒストリアって何の番組ですか？え、クイズ番組？クイズ番組ですよ。あれ？クイズ番組だったんだ。やっちゃいますか、じゃあ。やりたい。ね、恒例のクイズ企画をお届けしようと思います。題して、名答クイズ。歌葉さん、ご名答ですね。これ、ちょっとね、伝わらないと思うんで、ちょっと説明しますと。はい、名答、ご名答ですのねって言ってますけども、はい、まあ僕、名答、名前の何に答えと書いて名答。まあ、これ、優れた答え、見事な答えっていう意味でございます。はい。はい、はい、って、ね。まあそんな取り立てでね、斬新なことではないんですけども。はい。名答クイズ。こっちの名答、最初の名答は、温泉とか、有名な、素敵な、温泉という意味の名答。名答クイズ。歌葉さん、ご名答ですね。お、今日は景品ありますか？ちょ、歌葉さん、段取りっていうものがありますから。お、今日は景品ありますか？あ、まあ、ありますよ。え、じゃあ頑張ろう。なんて厳禁な人でしょう。まあでもね。じゃあ頑張ろう。まあね、手湯でね、だいぶ。だいぶ温まりました。半分ね、左側だけ、だいぶ。手はもう元気いっぱいです、ね。じゃあ大丈夫ですよ。うん、今回ですね、その入浴剤の歴史を前半でホリホリしたんで、うん、ここでは優れた温泉、いわゆる名湯にまつわるクイズに挑戦していただきます。マジで詳しくないかも。ヒント出しませんからね。え、出してもらおう、絶対。出しませんって言ってるじゃないですかって感じ。私でも、温泉に行ったことが全然ないんですよ。あれ、じゃあ出さないと。成立しない感じ。そうです。本当に私詳しくない。行ったことがなくて。行ったことがないって。全然ないです。本当に。はい。温泉旅行に行ったことがほとんどなくて。あ、でもさっきね、局内で言ってましたもんね。行きたいな、温泉。そう、行きたいんですけど、行ったことが全然ないから、実際知らない。本当に。ってことはクイズをやるにあたっては何が必要かって言ったら、うん、ヒントですね。ですね。はい。わかりました。今回出題するクイズは全部で3問。お。ご用意しましたのは番組ディレクターのディーバさんがセレクトしたスペシャルなアイテムでございます。なんだろう。その名も、子供心を取り戻せ、ポッカポカ女の子セット。ここまで来ると私も何でしょうか、これっていう。まあ私わからないです、もう。うん。もう、ディレクターのディーバさんが、街をですね、徘徊して、なるほど、ね。もう歩き回ってゲットしてきた、その何かを、プレゼント。見たいな。まあ、中身については後ほど紹介するとしまして、はい、早速クイズに行ってみようと思います。まずはこちらの問題です。日本三大名泉といえば、兵庫県の有馬温泉、群馬県の草津温泉、知らない。あと一つは、岐阜県の何温泉でしょう？うわぁ、知らないな、本当に。これは、おじおじとか温泉好きはもう、あそこねっていうようなもんで。はい。行ったことない。兵庫県の有馬温泉、群馬県の草津温泉。有馬温泉。はい。有馬、草津、そしてもう一つというとこなんですが。岐阜県の。これはね、歌葉さんは多分ね、行かれてないっておっしゃってましたけど、はい、多分行ってないですね、ここに。行ってないですよね。いや、行ったことないです。ないですよね。記憶に正しい、記憶が正しければ。じゃあこれヒントタイムします、はい。これは、ちょっと響きだけ聞くと、うん、ちょっと、ふみおさんってなるかもしれないですね。ここの温泉の名前を僕が言うと。はじめの文字は？そのスタイル崩さないっすね。はじめの文字の、ですか？はい。もう、これ、2文字なんですよね。うん。2文字温泉。え、知らないわ、ほんと。あ、本当ですか？はじめの文字なんですか？いきますよ。はい。ゲ。あ、ゲロ温泉！なん正解です。知らないや。行ったことないですね、やっぱ。うん、行ったことはない。でも、秒で、ゲロ温泉。ゲロ温泉。響きだけ聞いたことあります。聞いたことあります。うん。下の、
ロ、ロですね。ロですね。ヨ、う、フ、ん、カルマさんのロ。あ、そうです。あ、そう、さすが。さすが、ヒップホップ愛するね。はい、ロね、ま、ここの、岐阜県のゲロ温泉は、泉質がアルカリ性単純泉。うん、無色透明、ほのかな香りととてもまろやかなお湯。お肌に優しく絡んで、絹のようにすべすべにしてくれるということでね。行ってみたい。宇多さんにね、行ってほしいですね、うん。行ってみたい。ってことは、これ一問当たっちゃいましたから。やったー。リーバさんがセレクトしました、このセットからですね。一、はい、つ与えようと。これ、子供心を取り戻せ、ポッカポカ女の子セット。じゃあ私今日ですね、あの、はい、カバンの中に入れてます。あら。女の子らしいセットが、ありますか？ありますよ。あ、これ、宇多さん、じゃあ。はい。一個目の、リーバさんセレクトはこちらですよ。はい、これ読んでくださいね。どうぞ。この、こちらを差し上げます。魔法のステッキバスボール。おー。組み立て式で大きめサイズなの？気になるわ、確かにこれ。組み立て式だって。組み立て式らしい。これあれで、あの、お風呂でね、楽しむという。パーツが入ってて、はい、ハートかスターかムーンかリボンですからね。ああ、でも、ウタさんのね、かわいい。子供心を取り戻すにはぴったりのアイテム。うん、ラベンダーの香りですよ。私、ラベンダーの香り大好きですから。あ、やっぱそこは、やっぱね、うん、この番組の唯一の女性スタッフですから、リーバさんは。信用できますね。信用できます。まあ、他の野郎どもはね、もう本当にね、信用できない。信用できないです。できないですね。特にね、プロデューサーのレイヤーなんかね、本当にもう、まあね、あれですけどもね、まあ野郎は信用できないんですが、この、ね、楽しみな。一問目は正解でしたね。うん、OK ですよ。じゃあ、ま、もう一丁いっちゃいますか。はい。続いてはこちらの問題です。諸説ありますが、温泉に入るとき、頭にタオルを乗せるのはなぜでしょう？という。このオルゴール、ちょっと、やばいですね。気持ちよくなってどうですか、宇多さん、これ。宇多さんはあんまりちょっとね、このスタイルやらないかもしれないですけど、うん、昔からおじおじはですね、こう、風呂入るとき、風呂とか温泉行くと、タオルを頭に乗せるという。なんで？これは。風呂にタオル持ち込むけど、湯船につけちゃダメだからとか、そういうな常識的な話じゃなくてですか？ふみおも最初そっちかなと思った。まあまあ、それもありますけどね。始まりは違うんですか？そうなんですよ。だ確かにそのね、マナー的にダメなんです。まあダメというかね、ケアしなきゃいけないんですけど。つむじを隠すため。まあ確かにね、ダンさんっぽい。何が見られちゃまずいのかっていうね。違うか。違います。これね、ちゃんと、この諸説あるんですけど、この回答を見たら、うん、あ、そういう意味があるんだ。あ、なんかちゃんと意味があるんですか？はい。まあ確かに今ね。つむじは関係ないですか？バブ、つむじは、ちょっとまあつむじはあんま関係ないですね。関係ない。骨は。はい。バブのね、柚子の香りに包まれて、宇多さんが今、シンキングタイム中です。ヒント、ヒント。ヒント。ですね。諸説あるんですが、はい、寒い日に露天風呂に入るときは、乗せた方が、急な、ほにゃららの上昇を防ぐという説もあるというね。これもちょっと。体温？そう、だから、急に、だから、温泉入ると暑いじゃないですか、お湯が。はいはいはい。暑いってなったら、うんうんうん、でも、血圧もね、血行もダーンっていっちゃうから。なるほどね。っていうようなヒントですよね。血圧の上昇を防ぐために。暑いってなると、宇多さんどうする？例えば、冷たいタオルを頭の上に乗せる？え？もうね、ほぼほぼ正解なんですけど、あ、違う。今回は厳しく言います。それはどういうことかってことを言ってほしいですね。体温を、調整するために、いや、じゃ、宇多さんだから特別ですよ。うん。あったかいとこのお湯に浸かってると、うん、人間ってどうなっちゃいます？あー、気持ちいいんですけど。ホテル。ホテル。うん。いいか。体がホテル。ホテル。ホテルっての言い方変えると？体が熱くなる。熱くなる。TM レボリューションみたい。なんですけども、もう一個ありますよね。そこまで言ってほしいです。のぼせる。おー！ってことはですよ。のぼせるのを防ぐため？な、そう、それですよ。もうだから、もう、正解にしましょう。正解はですね、諸説ありますが、うん、頭を冷やしてのぼせるのを防ぐためと。なるほど。あれ、濡らしてるんだ。濡らしてもいい。昔は。あ、まあ、だから、今濡らした方がいいんじゃないのっていう。で、逆にそのね、お湯で絞ったタオルを乗せておくと、うん、寒い日の露天風呂では、急激なその血圧のね、上げ下げが。と、意味があるっていう。あんまタオル頭に乗せてとかないから、だから、宇多さん、
温泉旅行行くときは、うん、マイタオルを持参してちゃんと伸ばせます。でも髪まとめるのに使いますね。あ、そっか。女性は多分結構、うん、髪をまとめるためにタオルは使ってるけど、まあ、その使い方したことない。そういうのもあるってちょっと、うん、頭の片隅に。確かに知らなかったですわ。2問目正解しちゃいましたね。やった。子供心を取り戻せポッカポカ女の子セット2個目ですね。ちょっとカバンから出しますね。何かな。ででん、じゃあこちらです。こちら差し上げます。どうですか宇田さん。リップスタンプバスボール。何リップスタンプって。リップスライムのね、このイントネーションですね。どういうこと。どういうこと。まあこれも、スタンプが押せるよ。お風呂でね楽しむというねアイテムな。なるほどね。スタンプになるよってやつ。これでも宇田さん今2つ景品ゲットしてますけど、うん、1人で風呂入った時やらなきゃいけなくなっちゃいますよこれ。そんな強制力あるんですかこれ。これはやっていただかないと。ちゃんと景品ですからね。どうです。マスコットは全部で4種。かわいい。ほらやっぱり女心、ね、親戚の子供がいたらあげたかったですね。いや、まあまあまあ自分で使ってください。いないけど、うん、子供心取り戻してます。うん、取り戻してますよ。ね、じゃあこの勢いで最後の問題いっちゃおうかな。いいですか宇田さん。はい。最後の問題はこちらです。温泉に入る前、体にお湯をかける作法を何と言うでしょう。ああ、知らないな。これはね、うん、もうもはやマナー。まあそうですね。温泉に入る前、体を流す。そうですそうです。一回流す。流すのね。これを何と言うかという。これもうね、令和の。きれいきれい。きれいきれいね。まあそう、あのね、ママがね、きれいきれいしなさいよって言います。って言いながらかけますからね。かけます。うん、あれを。きれいきれいするよって。かけるわけじゃないですか。はい、きれいきれい。何をかけるんですかね。お湯。ですよね。うん。お湯かけ。お湯かけ。お湯きれいきれい。うたさん、その可愛さは、あっちに置いといてくださいよ。お湯、ね、お湯ですか。お湯つきますか。つきますつきます。お湯つくんですか。お湯ってつきますか。あ、お湯はつか。あ、湯ってつきますか。湯はつきます。湯は使います。ヒントね、もうクイズの女王ですから。お湯をかける作法を何と言うでしょう。温泉に入る前ね、皆さん湯がけ。え、湯がけ。惜しいですね。あ、惜しいんだ。今回その答えじゃないです。でもそれですよ、もう正解はそれですか。まあ、湯をかけてるっていうのを別の言い方にするってことですか。もうね、別の言い方にするまでもなく逆にするみたいな。かけ湯。正解です。かけ湯か、ね、温泉に入る前に汗などを流しきれいにする、まさに宇田さんが言ってたきれいきれいにするという意味と、温泉に浸かる前に温泉に体を慣らす、だからきれいにする、汗を流すのと、一回こうかけることによって、うん、あ、こんな温泉なんだね、お湯なのねっていうのを分からせる、うん、らして、うん、というわけで今回ですね、宇田さん3問やった、ね、全問正解ということですね。ディーバさんがセレクトした子供心を取り戻せポッカポカ女の子セット、最後はですね、はい、こちらでございます。お、プレゼントがね今日3つ。ででん、何でしょう。イヤリングバスボール。おー、かわいい。このちっちゃい子が喜びそう。そう、でもなんか色味はなんか歌葉さんにぴったりなね、うん、キラキラのラメ入りですって。あ、お風呂入ったのにラメをね体にまとって夜の街へ出かけていくというね。かわいい。どうですかこれ。リングにもなりそうですね。あ、今日どうですか、この番組終わって、うん、お家に帰るじゃないですか、うん、はい、お風呂入っちゃおうかな、お風呂入っちゃおうかなってなった時、うん、どれ使います今日この景品の、なんか気になったやつ使ってね。匂いは、いや、これ本当にラベンダーがいいから。ラベンダー。魔法のステッキかな。魔法のステッキを使ったですね、感想はですね、後日番組の中でちゃんと報告してくださいよ。使うかな。いやいや、使ってくださいよ。お願いします。ここ湯船、風呂洗わなきゃ。めんどくさい。あ、確かにね。まあ、うたさん、それは、それとしてね。まあ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 。なんかその、入ってなかった時間が長いから、確かに、やっぱその、ちゃんと汚れてるじゃないですか。あのね。風呂を洗うっていうのが一番めんどくさい。結構体力使いますから。あれ、使いますね。あれ、使いますよ。もう、でもなんか、この前私、風呂を洗う用の棒買いました。あら、じゃあ。なんか、スポンジで洗ってたじゃない。みんなスポンジで洗うじゃないですか。まあね、はいはい、あの、風呂洗いステッキ買いました。体勢がね。はい。楽になる。楽になるってね。風呂洗いステッキちょっと、最近ゲットしたので。じゃあ、いい、直さなきゃ。頑張れるかな。まあ、もう最悪、最悪きつい時は、この番組のね、あの、野郎スタッフ、はい、あの、アルバイトで行かせますんで。
はい、それが私も、あの、家でも手湯しようかな。家で手湯お前。家で手湯しようかな。来たお客様がね、うん、え、歌ってこんな感じなの？はい、手湯してますよく。手湯ね。うん。手湯っていうのがじゃあトレンドになるかもしれない、ね。なるかもしれない。いや、本当に楽しい時間でしたね。ヨタさん、この辺りで曲いっちゃってくださいよ。はい。ジュマディバでアッサジ。アッサージ毎日乗ってる車飛び、yeah、仕事で遊び俺持ってく全部いい感じ、yeah、普段は履かないブーツだけども俺なら一級品、yeah、フル装備のジュマリバ何も持ってない、yeah、弾く街の日燃えるこの街に立ちフルコンプしてないゲームメタルギアソリ合わないフォーカス残念俺なら置いてくし、yeah、いつまで経っても同じ場所にいる気全然なし、全然なし、かっけえせなんてないけどバッチリラッピンしちゃえばあんたはパッキン、yeah、身動き取れない感じノーマシーな歌詞を吐き、もう3時遊ぶ3時まだ3時マリバのギークでなっちゃうマジ飲み込むリリックおかしい、パーリーパーリーだけをする気なし妥協もする気なし全てつまむ箸 JP から伸ばす足音を聞いて揺らす街 yeah, yeah 加速して抜かす釘破る昔1個2個3個飛ばし、yeah、ノースリーメイキングミュージックして続けるビーバー、正直どうでもいいよ数とか名声ビンタゲームを終わらすの見たニンバスまたガルシーカナリエラっぽいアッサージウェッティ忘れんななジュマリバー、あなたでアッサージ毎日乗ってる車とビー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 、yeah、仕事で遊び俺持ってく全部いい感じ、yeah、普段は履かないブーツだけども俺なら一級品、yeah、フル装備のジュマリバ何も持ってない、yeah、弾く街の日燃えるこの街に立ちフルコンプしてないゲームメタルギアソリ合わないフォーカス残念俺なら置いてくし、yeah、いつまで経っても同じ場所にいる気全然なし、全然なし、お送りしたのはジュマディバでアッサジでした。水曜日のカンパネラ歌派がお届けしているジェイブマッシブヒストリア、ここで皆さんからいただいたメッセージを紹介したいと思います。ラジオネームゆりの、お、ゆりのちゃんこんばんは。歌派ちゃんこんばんは。こんばんは。歌派ちゃんはお鍋好きですか？私はここ最近週に3日から4日お鍋を食べています。ヘルシーでいろんな味や具材を楽しめるので大好きです。うたはちゃんのお気に入りのお鍋があれば教えてください。またこれは絶対に入れるっていう具はありますか？うたはちゃん大好き。おー嬉しいですね。お鍋ね好き。一人暮らしでまず楽。本当にね鍋ってもう全部入れて火つけるだけでいいですから、あれ最高ですね。あんなにねいい食べ物ない。しかももう大体野菜も入ってるからもう栄養も取れるし、鍋大好きだね。あの、ちょっと贅沢するなら、すき焼き鍋とかも私めっちゃ大好きで、この前は、めっちゃすき焼きが好きなんですよ。一人暮らししてからめちゃめちゃすき焼き食べてるんですけど、前はほんと3、4人前のすき焼きを、まあ、計算できなくて全然、1人前って難しすぎて、3、4人前のすき焼き作って、なんか頑張って3日くらいかけてすき焼き食べたりとか、あとよく作るお鍋は、キムチ鍋も作りますし、あともう普通のお鍋、普通の白だしの鍋をポン酢で食べるとか、酸っぱいものが結構好きなので、私はポン酢、タレはポン酢派なので、ポン酢でお鍋食べたり、あとやっぱキムチ鍋とかは、卵溶いて、卵は大好きなんですよ。だから、卵溶いて、すき焼きもなんですけど、卵につけて食べるとかはね、しますね。あと、ミルフィーユ鍋とかもやる、白菜、肉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 でやって、あれ全部突っ込んで、火つけて、水入れてってだけで、マジでうまくなるから、鍋はね、夏しかもあんま食べられないじゃん。暑すぎてさ、鍋食べようって気にならないけど、冬になると、マジでなんか、わ、今日疲れたな、何食べよっかな、わ、鍋でいっかって作れるもんなんで、やっぱ、その一人暮らし始めたてとかは特に、冬食べた方がいいんじゃないかな、お鍋は。まあ、野菜もね、ちょっと高いからあれなんですけど、でも、鍋は、
すぐ作れるし、あと量もたくさん作ったら、まあ、数日はねそれで持つし、味変も自由だから、一人暮らしのお供にねなりますね。鍋ね、いい。絶対に入れる具は白菜。私白菜めっちゃ好きで、あのだからすき焼きのメインって白菜だと思ってて私なんかそんなにお肉がそんな好きじゃないんですよ。その油の多いお肉があってそんな好きじゃなくなってきてて、もうなんか野菜の美味しさって一人暮らしして気づく、野菜と果物の美味しさって一人暮らししてから気づくなと思ってて、高いし食べることがどんどん減っていくから美味しく感じるのか分かんないんですけど、白菜はマジで好きだから大体白菜の量が一番多いですね。あと鍋の椎茸もすごく味が染みてて美味しくて好きだから、結構野菜が欠かせないなとは思います。でもあのネギと玉ねぎは嫌いだから入れません。長ネギも入れないです、絶対に。私にもし鍋を作る機会があったら抜いてください、お願いします。はい、お次はラジオネーム弁当箱がでかいさん。ダーツの歴史面白かったです。うちの父もダーツが大好きなので、いつか歌羽様と 対決してほしいです。歌羽様は夜型ですか？うちの父は朝型です。もう全部父の話やん朝型の父すごいね。まあお仕事してるからなのかな。歌羽様はですね、歌羽様は夜型ですね、完全に。でも最近なんか最近昼型かもえ、これ朝型か夜型しかないのあれ私最近昼型かなって、なんか最近なんか朝お腹減らなくて、お昼仕事で食べるタイミングなくって、夕方5時くらいから7時くらいにまでにかけてご飯食べる日があるんですよなんかその5時くらいから作り始めて、で7時までに食べ終わって、そしたらもう8時に眠くって、で8時に寝るとかやるんですよ。だからなんかめっちゃ最近寝てて昼しか起きてないかも。だから10時に起きて8時に寝るみたいなの時々、朝っていうかまあ昼朝くらいの10時に起きて夜の20時に寝るっていう生活を時々最近してて、季節の変わり目だからなんか眠くなるんですよ、すごく。多分季節の変わり目、私すごく弱くって体力をいつも以上に消費しちゃうのかな。だからすんごい寝てますね。だから最近は夜も起きてられない日が多くって、割と夜寝てますね。だから昼型です。でも朝も起きられないので昼型ですねダーツはね、いつかね、あたいでもそんなすっごい上手いわけじゃないんだけど、でもちょっとそれまでに練習しとこうかなって思うから、いつか誰かとねみんなと対決したいし、あと遊び大全わかります？ゲームのカセットで遊び大全っていうのがあるんですけど、遊び大全にもダーツがあって、あれめっちゃうまいっす。私遊び大全のダーツブルめっちゃ入る。だから皆さんも気になったらちょっと遊び大全のダーツやってみてください。あれね、まずコツつかないもん、めっちゃうまいの。遊び大全のボウリングも面白いのよ。だから友達集まって朝まであれ遊び大全やる日とかがあるんだけどあれめっちゃ楽しいから、ちょっといつか遊び大全やる日作ろうねみんなでおもろ。はい、番組へのメッセージは JAB のホームページからお願いします。番組公式 X のアカウント名はアルファベット小文字で歌派アンダーバーヒストリア、フォローもお願いします。とでもってガンガンリポストしまくってください。ハッシュタグはカタカナでヒストリアです。というわけで今夜最後の曲をお届けします。水曜日のカンパネラでディアブロライブアット日本武道館。はっはっほういやほういやいやせーの言ったね。手の指の皮がふやけるね。もう一回肩こり腰痛肉体疲労に冷え性リウマチ心血切れ痔もイボ痔もその仲間たちもあっという間に速乾地。これで悪魔も健康体、寿命が伸びるせ10万歳。一日の疲れを癒せ、ここでレッツバスローマン。俺の親父のそのまた前の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 前からついたその窯と北町銭湯バンダイの仕事人気は自慢の露天風呂砂風呂油風呂水風呂蒸し風呂岩盤浴に足湯にジェットバス地元民から愛され続ける大衆浴場ディアプロ入浴料400円サウナ追加料金200円ドライヤー3分間に
20円、買うの牛乳石鹸80円、足引きマットで転倒防止、貴重品類超難分子、ドンロスラッカーキー、お湯は快適な温度40度、キープデビルデーモンサタンにルシファー、畑になってるアルアルファー、風呂に入れば誰でも焦点、ネオンスケドあくまで焦点、スティングライテンポリスがニューヨーク、イングリッシュはインニューヨーク、 I want you, I need you、 でも定休日には I miss you、 手挙げてゆら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 、いいね。いいね。しっぱなしにするやつ、サウナのテレビのチャンネル変えるやつ、体洗わず湯船に入るやつ、浴槽で洗濯するやつ、人の迷惑を考えろ、みんなで楽しく風呂入ろう、わからないやつにはボディーブロー、いやそれがディアブロー。水曜日のカンパネラ、歌葉がお届けしてきた ジェーブンマッシブヒストリア、いかがだったでしょうか。今夜はニューヨーク勢の歴史をホリホリしました。いや最近ね寒くなってきましたから、ちゃんと湯船に浸かって一日の疲れをね、あのわーっと流して汗もかいて、あのなんか最近ダイエットにハマってるんですけど、あの入浴お風呂に入るのも多分ダイエットの効果多分あって、汗をかくってすごく体にいいことだから、なんか嫌な感じが溜まってるなとか足疲れたなとか何でもいいんですけど、割とね湯船に浸かるってすごく大事かなと思うので、ちょっと入浴剤皆さん買って風呂入ってください。まあラジオとかをね風呂で聞くのもいいですし、映画をね途中まで見るとかも、まあ一本見るとちょっと長すぎるか途中まで見るとかでもいいですし、何でもなんかゆったりする時間になるから、日々の休息ってね意外と大事ですから、毎日自分のこといたわっていきましょう。というわけでここまでのお相手は、次携帯の待ち受け画面にするならナムとトロ、水曜日のカンパネラの歌葉でした。それではご唱和ください、せーの、土曜日はマッシブー、また来週バイバーイ。マッシフィストリア。